久保田博士は、社団法人コンピュータソフトウェア著作権、協会専務理事、事務局長。サイバー大学客員教授。練馬区、ラグビーフットボール協会副理事長。東京都出身。日本大学法学部卒業後、出版社勤務を経て1988年に、社団法人日本パーソナルコンピュータソフトウェア、協会事務局に入り、 J プッサ事務局内にソフトウェア法的保護監視機構を設置。1990年ソフトウェア法的保護監視機構を J プッサより独立させ任意団体アクス設立に参加。翌1991年アクスの社団法人化に伴い同時に事務局長就任。1996年より理事1999年より 専務理事を兼任している。2019年より、ネ馬マク、ラグビーフットボール協会の副理事長就任。現在、アクス内の主な活動の一つである、著作権教育の普及、啓発に注力し、初等教育から高等教育まで幅広く、アカデミックを対象に、講義やセミナーを実施。また企業及び、各自治体での著作権に関する講演、セミナーも、 多数手掛けている。大学法学系学生に対し、ネットワーク社会と犯罪をテーマに、著作権をベースとした具体的な情報保護、活用について、また法益として保護している、関連法規や、その教育の重要性についての講義を実施。情報系、デザイン系の学生に対しては、コンテンツビジネスを支える、著作権法と、具体的なビジネス展開の講義に加え、 創作とは何か、情報とは何かについて言及し、コンテンツの本質について考えさせる教育も展開している。また著作権学習のゴールの一つとして、サーティファイが提供するビジネス著作権検定を用いて、正しい知識の普及にすることを推奨している。同氏は、サーティファイ著作権検定委員会委員長を15年以上務めている。小中学校向けは、 複雑化する情報社会において SNS などのインターネットサービスによる犯罪被害や情報トラブルから子どもたちを守るための情報モラル、情報リテラシー教育や無体物に対する価値を知ることを促す教育を展開することで子どもたちの創作、創造を増幅させるための教育を目指している。同内容については数々の講演や各種メディアでコラムも多数挙出している。 2020年4月以降は、改正著作権法35条施行に伴い、学校現場における ICT 利活用教育普及に関わる著作権法への対応及び助言に加え、教職員への著作権法学習の普及、啓発活動にも積極的に取り組んでいる。ライフワークとして、ラグビーとの携わりも深く、自身もラグビークラブチームである。 クルミクラブでプレーをし、練馬ラグビースクールのコーチ経験等を踏まえて、情報教育とスポーツの関連性についても造形が深い。著書、情報モラル宣言、情報倫理学入門、知的財産権、キーワード辞典、知っておきたい情報モラル Q&A、インターネット時代の著作権とプライバシー、知らないでは済まされない。ソフトの違法コピー、 人生を棒に振るスマホネットトラブル、AI クリエイティビティ情報と生命とテクノロジーと漫画、秋場所。庭久保田をモデルにしたと応募式人物が登場している。趣味は高校生、大学、社会人時代に行っていたラグビー。練馬区の少年ラグビーチームのコーチや世話役を20年以上務める。ラグビーを通じて、スポーツ精神だけでなく、規範やルール。 スポーツコミュニケーションについての指導を行っている。ありがとうございます。